どうした？え？ジョニーくんだーす。ジョニーくんだーす。いろんな角度からジョニーくんだーす。右からクラン。ウェーイ。左からクラン。ウェーイ。いうわけで、今日もよろしくお願いします。今日はな、食レポ行こう思ってるんよ。セブンイレブンで買うたんよ。セブンイレブンで買うたけど、なんやろ、ファミマとかミニストップで売っとるかわからんのよ。見たって。札幌？あ、見とる？札幌すみれ監修。濃厚味噌ラーメン、濃厚味噌ラーメンすみれやって。初めて食うんよ。わしも食ってみたかったんよ。でな、これな、まず、見たって。蓋をな、外さずにな、そのままレンジでチンやって。へえ、でな、加熱後はな、中の皿をな、中の皿、下にスープが入っとるんやろな。これをな、ゆっくりとスープに入れて食うんやって。ほな、早速、行ってまおうか。すみれ。レッツゴー。ほなな、ラーメンすみれ、ブンブンチッ。行ったるぜ。ラーメンすみれをな、レンジでやったるぜ。レンジの中にな、入れてもってな、入れてまいよ。すみれ入れてまいよ。わ、ええね。やっと食えるわ。で、レンジスタート。ポチッ。おし。ほな、あとは、待つだけやってん。待つか。ほな、ラーメンすみれ、できてもうた。匂いはな、プラスチックの匂いしかせへん感じやな。開けてまうよ。開封やな。レンジでな、温めた後の、あ、熱っ熱っ大丈夫な。これ、どっから開けるんやろ。ちょっと前。開け方が、これ、引っ張れば、あ、縁かな。開け方が、開け方が、あ、あいつは、あ、すみれが、すみれが切れてもうた。わしのすみれ、切れてもうた。あ、こっから開くんなっとった。わからんけどな。これ、開けてまいよ。見にとる？ほら、うまそうやろ。すーごい。あかんよ。よだれが。お。ん？チャーシューの匂いすごっ。これ舐めて、すまへん、すまへん。蓋。肉汁たっぷりやで。この蓋。あ、なんかついとる。あれ？これなんなん？唐辛子、外のここについとった。すまへん、唐辛子も温めてもうたよ。唐辛子の気持ちやで。な、これをな、下にな、ちょ、箸開けてまいよ。箸開けてもうてな。下に、あれやって、なんか、水が入っとるんやって、スープが入っとって、上がなんか受け皿言うとった。どういうことな？あ、ここあるわ。さ、見とる？これ。ちゃんとこれあるわ。これをな、やってまいよ、行ってまいよ。おう。え、どういうことな？受け皿。大丈夫な。あ、入ってもうた。あ、スープの中入ってもうた。あ、ちょい。麺が上来てもうたよ。どないしよう。わあ。こんななってもうたよ。どないしよう。ちょっと待って。あ、スープうま。あ、ニンニク効いとるわ。ニンニク。なんやろ。油が不思議やね。なんか、油がなんかこうスープを包んどる感じだったわ。今ただ舐めた瞬間やね。ちょい、スープ舐めて飲んでみて。じゃあほな、いただきます。スープ飲んでみた。うまいよ。スープがな、飲むとな、なんかこう、なんか、物があるんよ。で、こなんか包んで隠しとるんよ。そういう味やわ。これうま。ちょ、かけてみて。これあれやな。唐辛子かけてみようか。あ、ワンチャン唐辛子もどうな？唐辛子も結構凝ったりしとるんかな。あれ？あ、あれ開いとる、あれ？開いとる。待って。唐辛子もおしゃれな、あ、辛っ。そんなでもない感じだわ。わし、激辛結構いける方なんよ。激辛いける方やからな。で、唐辛子もかけてまいよ。よし。唐辛子もかけてもうて。ちょ、待ってて。麺ほぐしてまうで。うわ、ええね。ええね。匂いがな、麺の匂いやわ。なんやろ、ラオウ系言うんかな。
カップ麺で言うたらラオちょっとちゃうな。なんか、ノンフライ麺の匂いが、みたいなしとるわ。ノンフライ麺なんかな。そういうカップ麺のなんか麺の匂いやわ。よし、食ってまうで。いただきます。ちょっと待って。いただきます。よいしょ。これどうやろ。ほら。ええやろ。いってまうで。うん。うん。うん。味太麺やね。太麺みたいな感じでもちもちしとるわ。もちもちの太麺みたい。あ、目に入ったわ。うー、痛いの痛いの、飛んでいけ。うん、乗ったわ。なんかな、もちもちやね。もちもちの太麺みたいなイメージやわ。これ、太麺な。わからんけどな。ちょ、太い感じなんかな。うん。うん。うまっ。めっちゃうまいねんけど、ちょ、これな。せっかくこんな、うまそうなラーメンあるわけやんか。だからちょ、これ、わし、できるだけテロップなしで行きたいを持っとるんよ。なんやろ、この、なんか字やね。字とかなしで行きたいを持っとるんよ。これをな、楽しんだって思ってな。あと、音楽もできたらな。なしで行きたいけど、音楽はかけた方がいいかな。編集な。ほら。これやで。ちょっと見よう。いただきます。最高やで。もちもちになんやろ、なんか、つるつるで言うんかなんやろ。うどんに近いわけちゃうんよ。スパゲッティに近いもちもち麺なんかな。スパゲッティの麺やね。スープいってまいよ、スープ。うん。ああ。すご。え？あ、スープなくなってま、麺が。スープこれ、止まらんくなるやつやわ。なんかな、一個な、めっちゃ普通の歩きたりの、味噌ラーメンのスープなんよ。メスありきたりの味噌ラーメンのスープなのに、やっぱこう、その中に何かが入っとって、それをこうなんかこう、包んでな、隠しとる味がするんよ。油が、やね、油がなんか包んで隠しとる。不思議やわ。なんかこの、不思議スープやね。それが混ざった感じで、なんか、不思議スープいうイメージやわ。ちょ、食って。行こうか。こんな行こうか。いただいていきます。うん。うんば。今気づいてもうた。麺にな、麺がちゃうんやで。麺にな、スープがめっちゃ絡みついとる。なんか麺に、スープがこうなんか、絡みついとって、つばつば麺なんか入るんやけど。何入ったん、自分の唾が入ったんかな。なんかな、麺にな、スープが絡みついとってな、これもめさやまやね。ほら。うん。これいくらかよね。値段どうやろう。これいくらな。値段かな。あ、560円やって。ほら、560円見とる。これな、家でのんびりな、こんなうまいラーメンがな、560円で食えたらあかんやろ。なんやろ、世の中あれやんか。なんか、赤い普通のラーメン屋が繁盛せえへんくなるやん、近所のラーメン屋とかがな。こっち食った方がうまいやんってなるやん。チャーシューって。
それシャッカルなチャーシュー、それあ、なかなか危ない危ない、こんなやで、チャーシューこんなやで、いただきます。うん、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 ほんまにな、これな、今ラーメン屋の店主さんがな、そこで切って出したわっていう感じなんよ。え、どうやってこんなチャーシュー出すん？すご、今ほんまもう、や、作りたてやでいうチャーシューの味なんよ。すご、これ560円あかんわ。もうちょいなんか、高くしたらさ、なんか、近所のラーメン屋さんわし行かへんくてこっちばっか食ってまうわ。いただきます。な。うん。これあかんよ。こんな味、チャーシューと麺でいってまいよ。チャーシューと麺絡ませていってまいよ。うん。天国やった。ラーメンが天国やった。どないしよう。ラーメンが天国や。ちょっとスープいって。あーうまっ。あのこれ、スープ止まらんくなる感じやから、スープ飲まん方がいいわ。麺食い終わってからスープ飲んだ方がいいよ。たぶんスープ止まらんくなるやつやわ。スープもスープで、スープだけでもちゃんとした料理になっとるんかな。これはすごいんちゃう思ってば。うん。うん。こうな、少なくなってくるとな、ネギとかがな、存在感出してくるんよ。これも、後半の味やね。なんか、ちっこい肉みたいなんか入っとるわ。ネギもなんか、なんやろ、ネギとかもやしやね。こうなんか、こういうんかな。あれ、ネギとかな、もやしとか、あ、メンマ入っとった。メンマ気づかんかった。こういうんかな、なんか目立ってくるようになるんよ。味がね。うん。もうこれあかんて。うますぎやって。うん。うん。うん。なんかな。なんか喋るんとな、飲み込むんと一緒にやろうとしたらな、気管に入ってもすまん、喋るんとな、飲み込むんを一緒にやろうとしたらな、気管に一緒に入ってもった。どうですよ。いうわけでな、あとな、肉団子の崩れたような、なんやろ、ミート状のなんか入っとるわ。そういう味もしとる。あ、これちゃう。あ、つかめへんかった。これなんちゃう。ほら、あ、どっか行ってもった。つかめた思ったんに。うん。あ、うま。うますぎやってん。うん。なんかな、めっさ、油っこいんよ。でも、体に悪い油の感じがせえへんのよ。なんか、体にいい油の、なんか、雰囲気言うんかな、味がやね。うん。残りこんなやで。食ってまいよ。わ。ああ。下にな、沈んどるやつうま。沈んどるやつうま。下のやつうま。
食ってもうたよ。ご乳出せ。いうわけでな、天水湖か、すみれ、札幌すみれ監修濃厚味噌ラーメンすみれ、すみれの天水湖か、でんでれねん、れんれれれんれん、じゃん、120点。もう文句なしやね。もう、80点でもないんよ。なんかこう、もう文句なしにもう完成品はできとるわ。できとって、で、こんだけのもんセブンが売ったらあかん。なんかやっぱ、ラーメン屋行って食うもんやね。そやから、本店はほんまもっとうまいもんよ。そやからなんやろ、わしも札幌におったらスミレ行きたかったわ。いうわけでな、最後まで見てくれてお気に、よかったら、チャンネル登録。高評価。よろしくよろしく頼ます。ほな、あったかくして。寝るやで。チーズ。